今日はですね、まあ、ご覧の通り今からまあスパイスカレーを一からやっていこうかと思うんですけれども、でこの唐辛子はね、まあ、皆さんよく見てるやつやと思うんですけど、まあ、この葉っぱみたいなやつはこれあのカレーリーフっていうね、あの南インド系 の, あの、まあ、料理、まあ、カレーで使う、まあ、スパイス葉っぱみたいな感じで、まあ、もうちょっと葉っぱの形してるんですけど、今日はちょっと今からこれを油で炒めるんで軽く砕いてます。今日は一番ね主役はこのビッグカルダモンっていうねあのこいつなんですけども、まあ、この中にこう小さい種みたいなのが要素が入っています。スパイスとしてものすごく香りがいいので、このホールでそのまま使うやつと一緒に何種類かこうこの中身砕いて種みたいなところをこう、まあ、すりつぶしてこう巻いてるのと、まあ、半々みたいな感じで今日は使います。こいつがカルダモンっていうね、あのさっきのそのビッグカルダモンの小さいバージョン、まあ、ちょっと軽くあの油が通りやすいように気持ちいいあのハサミとかで中に油が通りやすいように、まあ、ちょっと入れてます。シナモンですね、こうホールシナモン、あの木のあの皮みたいな感じの形してるんですよね。まあそれをちょっとこう、まあ、軽く手で砕いて何本かバラバラバラと入れてます。こんな感じでは何種類かね今日は入れてるんですけど、あ、これこいつですね、クローブね。これはあのあんま入れすぎたらあの味がなんかこう線香臭くなるというか、なんかちょっと変な苦味が出てくるんで、ほんまちょっとだけです入れるのはね。まあ今日はちょっとこんだけのスパイスを使って油にスパイスの香りを入れていく作業っていうのをちょっとしていこうと思います。まあ、今から油をここにバーって入れていくんですけど、そんなに入れへん感じでこう入れていくんですけどね、こういけんとバーっていってもらう、まあ、この作業がまず一番最初に重要になってくるテンパリングっていうね、まあ、作業になるんですけど、簡単です。まあこんだけそのスパイスをさっきこうやってね入れといて、でこれをもうほんまにあの軽い火で超弱火、もう最強に弱火の状態でこうじわじわとこう熱を入れていきます。スパイスは焦がしたら終わりなんで、じわじわっともう忍耐強く熱を加えていくという感じになりますね。今こんな感じで、ね、ひたすら油でこう炒めてるんですけども、気持ちシュワーっていうねなんか音が鳴っているんですよね。もう超弱火でこう忍耐強くこう油にこのスパイスをなじましていく感じになるんですけど、こうやって近づいてみるとシュワーって音がねしてるんですよね。もうこうなったらもう結構終盤です。あ、そうそう、さっきね言い忘れてたんですけど、あれですね、クミンシードっていうね種、めっちゃ小さいね種があるんですよ。クミンシードっていうのもねちょっと今日入れてます。焦げへんようにめちゃくちゃ細心の注意を払いながら油にスパイスの香りを落とし込んでいくっていうね、こうテンパリングって作業、これがもうカレー作りにはもう絶対欠かせへん重要な作業ができます。これはもうほぼ忍耐です。強火にした瞬間も終わりと、やっためてやって、まあこんな感じでねもう全体に油が馴染んできたらまあもういいでしょうということで、一旦まあ火を切ります。でこの油は結構これからちょっとずつあの野菜とか炒めていったりとかするのに結構使うんで、このまま置いときる人は置いといて、スペースがそんなにないっていう方とかはここの油だけ抽出しといてスパイスだけ余めときます。で次はニンニクをこうみじん切りにして、ミキサーかまあフードプロセッサーでまあこんな感じでねこうペースト状にするんですよね。であとほんまはニンニクと生姜を丸ごとからこうみじん切りにして、でさっきの油でこう炒めるっていう工程があるんですけども、ちょっと今日はあの諸事情であのおろしニンニクとおろし生姜をねちょっと今日はもう使います。こっからひたすらも玉ねぎをあのこの油で炒めて茶色くなるまでね、こうあの根気よく炒めるっていう作業になりますね。普通にやってたらちょっとやっぱ水分が飛ぶのがごつい時間かかって大変なんで、そこであのちょっと塩入れてあるんですよ。その早く火が通るっていうか、その炒める時間がちょっと短くなるんで、もう試してみてください。で今からちょっとこれでねあの炒めていきたいと思います。でまあこうやってどんどんね火を通していってるんですけども、ここ何個かポイントがあって、そんなに混ぜないことです。混ぜすぎたら結構それで火の通りがあるというか、たまに混ぜるぐらいです。焦げんようにみたいな感じで、ちょっとふつふつとこうやってなってきたなってなったら、ちょっとたまに軽く混ぜてやるみたいな。で、またずっと放置みたいな感じでしばらく待っておきます。で、これをまあひたすら繰り返して、茶色くなるまでじっと忍耐です。こんな感じでね、結構まあ炒まってきたんですけども、まあ、ちょっとずつ、ね、茶色くなってきますね。でもまだまだです。まだここからさらにこう水分を飛ばし、結構茶色くなるまで炒めていきます。もうほんま根気が必要です。まあ、こんな感じでどんどんさらに炒めていきましょう。炒めていくと、まあ、ここまで茶色くなってきます。ここまで来たらもう一人ですね、気持ちいきたいんですけど、まあでもかなりね見てもらったら分かると思うんですけど、結構茶色くなってきています。
で、まあ、もうちょっと、ね、炒めて、しっかり炒めたらここまでね、茶色くなりました。まあ、ここまで来たらまあ大丈夫でしょう。で、ここでまあ火を切って、でこの横にね、あの鍋を用意してるんで、こっちの方にもうこれをそのまま、いやまあ玉ねぎを炒め終わったら、次はまあミンチをね、用意してきたんですけど、どんなミンチでもいいと思います。まあ、の合いびきがね、一番硬いと思うんですけども、今回は背景、まあ、ひねどりですね。まあ、ひねどりのミンチを今日はね、ちょっと1キロ用意してきて、でこいつで今日はキーマカレーにしたいと思います。ちょうど入れたところなんですけども、で一番最初にテンパリングした油を使って、ね、背景のミンチにあの下味をつけていきます。あ、もちろんあの別に背景じゃなくてもただのミンチで全然問題ないです。まあ、最初のうちに塩と胡椒ですねを入れて、この生の段階で下味ねしっかりやっといて、まあ、ひたすら炒めていく感じになります。で、まあ、まずね、塩と胡椒をやったんですけども、ポイントとしては先にやっぱりこの塩と胡椒を生の段階からやっとくっていうことと、スパイスはねなるべく最後にもう火止めて入れた方がいいですね。最初から多分入れんとやること。で、あとあの塩はね、まあもちろん入れすぎは論外なんですけど、最初のうちやっぱしっかりめにあの沸騰感とあのミンチ自体に味がほとんどつかないんですよね。意外とちょっとあの思ったよりしっかりめぐらいでいいかなと思います。今回はそうですね、塩は2つまみぐらい入れましたね。まあこれはここは好みで変えてもらったらいいと思うんですけども、まあ、こんな感じで、まあ下味は割としっかりめにつけといた方がいいかなという感じですね。こんな感じでどんどんね炒まってきてるんですけど、私はあの背景ミンチをあえて使ってる理由が何個かあって、まあ若鶏のミンチでももちろん美味しいんですけど、あの背景の方がね結構その歯応えがあって、またあのコクが出るんですよね、みたいなね。ちょっと匂いが独特なんで、それがね苦手な方も多分いらっしゃるかもしれないんですけど、若鶏にはどうしても出せへんコクっていうのがもうダントツなんで、私も親子丼とか作る時とかでも最近はもうひねどりもう背景ばっかり使ってる感じですね。しかも安いしね、意外とそれもあって結構背景ハードユーザーになってる感じです。まあ、当然このキーマカレー作る時にこういう背景ミンチを使ってます。どこの鶏屋さんでも多分ないと思うんでね、あのそれほど辛いところだと思うんですけども、まあ結構専門店とか鶏のね元の専門店やったら意外と置いてる場合あるんで、背景でぜひちょっとチキンカレー作ってみるのは面白いと思いますよ。ただあの注意点もあのめちゃくちゃ硬いんで、鶏のねその1枚の、ね、もも肉で使う時とかでもかなりもう細かく切った方がいいですね。結構細かく切れへんと硬くてねなかなかちょっと食べづらいんで、だからその辺だけちょっと注意かなと。だからそういう意味でも結構ね、背景でこのミンチでキーマカレーやったらごっつい歯応えが出て、ね、食感もまだいいんですよ。ものすごいね、美味しいし、よくあるし。それでまあちょっとこれ使ってます。結構炒めてきたらこんな感じで、割とミンチ自体の焦げ目がね、すごいなってきたんで、まあここまでね、炒めたらもういいでしょう。ということで、まあさっきね、玉ねぎをあの入れた鍋にこれを移していきたいと思います。でですね、ミンチをね移したわけですけれども、まあ、この中にはねさっき最初に炒めた玉ねぎとね、でその上にこうミンチをまあ乗せていく感じになります。ここにトマトをね、まあ、入れていきます。トマトはこれもカットトマトでいいと思います。あのホールトマトがねいいっていう方もいらっしゃるんですけど、まあその辺はまあ好みでいいんじゃないでしょうか。まあ、結局あのホールトマトも1個ちょっと余っとったんで、ホールトマトも1缶入れました。でこの状態でひたすらね、まあ、よく最初に混ぜといて、でこれ煮込んでいきます。もうここはもうここからはねもうほぼ簡単なんで、ひたすら煮込むだけです。ひたすらここに火をかけていきます。こんな感じでね、まあどんどんね煮立ってきてます。まあ、これで軽くムツムツねなるまでたまーにね混ぜながらこう様子を見ていく感じです。まあ、ただこれあの結構強火でやるとあの下焦げるんで、なるべく弱火で時間をかけてやる方がいいですね。という感じでね、まあ、ここまでかなりねいい感じに煮立ってきたんで、まあ、ここで火をね超弱火にします。もうね、ココナッツミルクをね入れていきます。ココナッツミルクって結構、まあ、夏場は大丈夫なんですけど、特に冬とか固まってまうんで、あの割とねよく振ってから使うのがポイントなんですよ。よく振ってもこうやってねたまに固形で出てきようんで、これでねあの混ぜまたねこう火を上げて混ぜていく感じになります。こんな感じでね、まあ、ココナッツミルクを入れて、では火を、まあ、かなり弱めてこうじっくり、ね、混ぜて、ひたすら混ぜていく感じです。ココナッツミルクの固形のところがまだちょっと溶けきってないんで、これもね一回この弱火のままひたすら時間かけて煮込んでいって、これもこう軽く煮立つまでこのまま待ちます。まあ、こんな感じでね結構まあ煮立ってきてね、いい感じでココナッツミルクも乳化されてきたんで、まあ、ここで味を最後整えていくんですけども、まあうちはまあブイヨンとかね、塩はねちょっ
ときつすぎるかなっていうのは、まあ、結構そのブイヨンとか、まあ、適宜状況によっては塩も少々、まあ、でもね塩より多分ね昆布茶とかの方が多分コクが出るんですよね。そんな感じで最後ちょっと味を整えていく感じになります。ブイヨンとか使って、まあ、味を整えまして、最後にまあ火を止めて、ここからスパイスを入れていきます。スパイス入れるのは火を止めてからっていうのがポイントですね。一番最初にテンパリングしたスパイスをここに戻したいと思います。今、まあ、このテンパリングしたこのスパイスをこの鍋の中に戻して、もうこれも火切ってる状態です。でここにまあ各種ねスパイスを混ぜていきます。はい、まあ、そんな感じでですね、まあ、スパイスを入れていったんですけれども、ちょっと左上からいこうかな。左上ねジンジャーパウダー、このまあニンニクのね、ガーリックパウダー、この黄色いのはこれターメリックですね。ターメリックはほんまちょっとでいいです。フェンネルパウダー、フェネグリー、クミン、あでこれがシナモンですね。この茶色はこのシナモンパウダー、クミンパウダーで、そのクミンの倍の量をコリアンダーパウダー使っていきます。結構コリアンダー結構しっかり入れる感じですね。まあ、こんな感じで何種類かねスパイス使って、ね、最後これを混ぜていきます。その黒いの忘れた、これカルダモンですね。カルダモンパウダーです、ね、でこれをまあ混ぜていきます。最後に、まあ、辛さを、まあ、唐辛子ですね、カイエンペッパーとか言ってまして、で私は個人的にあの辛いのめちゃくちゃ大好きなんで、あのハバネロパウダーとか、あの最近ねちょっともらったチョロキアパウダーっていうね、あのむっちゃくちゃ辛いあれがあるんですけれども、まあ、結構辛いの苦手な人もいらっしゃると思うんで、この辺はもう本当に好みでいいと思います。だから味見ながら唐辛子のねパウダーどれだけ振るかみたいなのをこう調節しててもらったらいいと思います。でまあ、最後こうしっかりと混ぜていって、あとまあ細かくあの味を整えて完成です。